コルバート郡庁舎広場地区にある歴史標識二千七年九月撮影コルバート郡はアメリカ合衆国アラバマ州の北西部に位置する郡である二千十年国勢調査での人口は五万四千四百二十八人であり二千年の五万四千九百八十四人から一点零パーセント減少した郡庁所在地はタスカンビア市であり同郡で人口最大の都市は マッスル・ショールズ氏である。軍名は、地下相続インディアン州長のジョージ・コルバート、リーバイ・コルバートの兄弟にちなんで名付けられた。ジョージ・コルバートは1790年に、現在のチェロキー町近くで渡し船を運航した。コルバート軍は、フローレンス・マッスル・ショールズ大都市圏、通称、ザ・ショールズと呼ばれる都市圏に属している。コルバート軍は、 当初1867年2月6日に南北戦争後の政治問題によってフランクリン軍から分離されて設立された。その10ヶ月近く後、1867年11月29日にはアラバマ州憲法制定会議によって廃止され、1870年2月24日に再設立された。著名な作家ヘレン・ケラーの生誕地であるアイビー・グリーンが軍内にある。 また、アレサ・フランクリンや、ローリング・ストーンズなど有名なミュージシャンがレコードを録音した、シェフィールドや、マッスル・ショールズの街がある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は623.61平方マイルであり、このうち陸地594.53平方マイル、水域は29.08平方マイルで、水域率は4.66%である。 主要高規格道路鉄道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。